それではね、本日のゲストをね、お迎えしたいと思います。もうね、ものすごい美人なんですよ。もうね、ものすごい美人なんですよ。ママさん、小学1年生の男性陣盛り上がりすぎたぞあのね、小学校1年生のお子さんを子育て中とは思えない何これっていう感じの美女がお越しくださってます、日本ママ起業家大学の代表近藤陽子さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。どうぞどうぞお座りください。ものすごい持ち上げられて、いやだってもうどうしてですか、どう面下げて出ればいいかってよろしくお願いします、はい、します、ママ起業家大学、日本ママ起業家大学という、はい、大学なんですかこれは。あの学校法人ではないんですけれども、はい、ママさんが起業を目指すときに、はい、一から、学べるそんな、うん、あのスクールということで、日本ママ起業家大学、実はあのちょうど誕生してからまだ1年なんですね、はい、おー、はい、なるほど。皆さんこれね、起業ですよ、起業ね、なんだ業を起こすまさにそうなんですよ。あのいわゆるこう働くっていうと、ね、会社勤めをするとか、はい、あのパートで働くとか、そういったあの働き方がポピュラーだと思うんですけど、はい、やっぱりあの、ね、園長も経験あると思うんですけど、はい、お子さんを抱えながら企業に勤めるってものすごい大変じゃないですか、うん、で私自身もあの子供を生まれてから、うんうん、ずっとフリーランスでお仕事をしてたんですけど、はい、一度また会社に復帰しようかなと、はいはい、あの軽い気持ちでいろいろとエントリーをしたところ、うんうん、200社応募して、はい、応募しましたね。もう途中で気づけっていう感じでしょガンだけどガン働きたかったってことですね。なんですけど、はい、もうあの1社しかもアルバイトでしか雇ってもらえなかったっていう経験があるんです。本当ですか？そうなんです、まあ、それくらいそのママが特にあの年を重ねてからのお母さんっていうのは市場ではあまり必要とされてないっていうことが現状としてあって、これはいかんというところで、やっぱりその子育ても子供も可愛いじゃないですか、うん、一緒にいてあげたい、ね、っていうもちろん気持ちね、その気持ちも実現しながら自分らしく働ける働き方って何なのかなと思った時に、うん、やっぱりこの起業というスタイルっていうのがこれからもっともっと増えていくというふうに確信をしまして、もう自分がやっちゃい、そうなんです、ね、自分が主だってことですね、うん、会社のその時間とかスペースとかそういったものに左右されず働ける働き方、うんうん、なので、うちのこのママ大のスタッフともですね、はい、あのママ大っていうんですね、ママ大なんですけど、ほうほうほう、例えばあのミーティングなんていうのもどうかその一定の時間にそこにいなくちゃいけないっていうことではなくって、うんうん、フレキシブルに今までのいわゆるその日本の社会って男たちが作った男たちのイリュージョンだと私は思ってる、名言出ました、男たちのイリュージョン、ヒルドラになるそうですね来期のね、そこに女性がいかにフィックスするかっていうともなかなか難しくて、じゃ あの飲みニケーションしましょうよって言われても7時半からスタートできません、無理です、無理です、なのでママたちは4時から飲みます、4時から飲み4時6時で飲んでカバンにマスクを入れてこうマスクをしてすいませんってこう学童にお迎えに行くっていう、ね、なるほど、お酒の匂いがちょっとやっぱ気になっちゃう、こいつ飲んでるなってね、あの思っていただいて、そんなに飲むんですかこれが、これが年々狩猟が増えてましてこれが目下の悩みかなとでもいいですね、はい、そうママってやっぱりお酒飲む時間もないじゃないですか、実際なんかいいですよね、飲みながら、はい、それでちゃんとお迎えも行けばいいんですもんね、そうなんですよね、うんうんうん、なのでやっぱりこう今までの働き方っていうのがどうしてもこう私たち女性ママたちにはとてもあの閉塞感を感じたりとか、あのまああまりいい環境ではない、うん、そうですね、なれば自分たちで今の私たちのまあ、生き方とか価値観に合った働き方を作っていっちゃおうよっていうのが、うん、まさにこの日本ママ起業家大学で、大学ということだけではなくってそういう新しい生き方働き方をみんなで作っていきましょうっていうのを私は伝えていきたいなって思ってるんですよね。いやこれね素晴らしいです、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、さっき私、はい、ね、あのそばから見てましたけど、あの安田園長頑張ってるなって私子供たちに言いたいですよ。なんすか、なんすかね、そのね、はい、場をいかに温めるかっていうこのテンションの上げ方
いやー、頑張ってるママ頑張ってるって、伝えたいなって、はい、そうなんですよ、この間ブログに芸人さんって書かれてて、なんかいやいや違います、そんな面白いことは言えないんですけど、そう、面白いことが言えずに滑ってるっていうね。あ、でもそうなんですよ、近藤さん、前職の話とかしても大丈夫なんですか？ああ、大丈夫です。大丈夫か、はい、言えない仕事です、ね、はい、この美しい方はですね、やっぱり喋りの仕事をされてたんですね、近藤さんね。そうなんですよね、はい、大学を卒業して3年くらいは外資系の食品メーカーでいわゆる OL をしてたんですけど、1回 OL さんやられたんですね。そうなんですよ。でそこから、アナウンススクールに通って、ひょんなことから、プロダクションに拾っていただいて、ほうほうほう、である日突然辞めた日の2日後には、FM 局の帯番組で喋るっていう、すごい、なんとも恐ろしいことをですね、していて、 FM っぽいですもんね、なんかっぽい、Hello 次の曲はとか言える、 Here we go みたいな、そうそう、 Here we go、 あんまりちょっと古い私ね、完璧 AM 派なんでね、そうなんですよ、そうなんですよ、じゃあ今日は AM 派と FM 派に昭和な感じとおしゃれな感じ。私はこのフロントマンとして喋るというよりかは、やっぱこう企画していくっていうのがすごく好きだったんですね、うんうん、で子供が生まれて、200社エントリーして紆余曲折あって、またラジオの世界に戻ることができたんですけども、うん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 、そこで本当に職権乱用で自分が聞きたいことをインタビューしようと、でママさんでお仕事をしている方々にインタビューするっていう、はい、うんうん、そういうコーナーで300人ぐらいにインタビューをして、で女性ってやっぱり本来真面目じゃないですか、すごく、真面目ですよ、真面目なんですよ、真面目、ね、ママたちがこの始めるお仕事っていうのは、はい、自分と自分の身の回りの人がハッピーになることができればなっていう、そういう思いからスタートする事業今度なので、もうそれそのものが社会貢献、もう素敵だなと思う仕事がたくさんあって、なんですけど、なんというかこのご自身のこととか事業のことを PR するのがもったいないなって思うことがこうちょこちょこあって、でもっとこうすればみたいな、もうちょっとこういうキャッチにしようよとか、こんな風に伝えるととか、いや最初の15秒が肝心だからとかっていうのを、こうおせっかいにアドバイスをしていたら、徐々にこのセミナーとか、講演とかっていうことが自然発生的になんか誕生してきて、でおこがましくもこの日本ママ起業家大学をスタートする前、数年前から、こういった女性の起業の支援ということで、プロモーションを中心にお手伝いさせていただいて、でやっぱり私が OL から急にラジオの仕事に就けたように、学んだだけじゃもったいなくって、やっぱ成果につなげていくためには何だろうって考えた時に、オーディションなんですよ。オーディションなので、ママ大では学校だけじゃなくって、はい、そのマッチングオーディションっていうのが、マッチングオーディション、そうなんです、これキー、いやなんかすごそうですね、私もう勝手に妄想が膨らんでます。そうなんです、はい、なので簡単に言うと、はい、ちょっと昭和の方しか分かんないと思うんですけど、はい、ママ起業家に特化したスター誕生、わかります？いや、わからないな。昭和ってなんだっけ？どうせない、がっつりわかります。スター誕生。そうなんですよ。はあ。で、今年の5月にママ起業家の企業とメディアのマッチングプレゼンテーションというのを行わせていただいて、やっぱりこう女性の力を活用したいっていう企業さん、今すごく多いので、あ、そうですか。約70社の企業とメディアの方が、はい、集まっていただいて、そこからプレゼンを聞いて、あ、この人とこんな風につながっていこうというところから、やっぱり小さくこじんまりとお仕事をしていた人が、ひょんなところからステージアップできるっていう、そういうサポートをさせていただいています。なるほど。今1期生の方が卒業されて、はいはい、でそのじゃあ1期生の方がスター誕生オーディションみたいので、実際の企業さんとこう会って、そうなんですよね、そこまでやってくださる、はい、もうエージェントというか、さっきもね言いましたけど、私すごくお酒を飲むのが好きで、はい、で一人でこう飲むというよりかは、やっぱり楽しい会話をしながら仲間と一緒に食事をしたりお酒を飲んだり、
やっぱり同じように何か達成できたっていう仲間と一緒に味わいたいなというところで、こうシェアをしていく、これも女性の特徴の一つだと思うんですけど、何かこう誰かを蹴落として成功するということではなくって、まあいいものをシェアしていく、そして共感をしていくっていう、その強みを生かしながらみんなでその底上げができると、もっともっと日本の社会は良くなっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。思ってます、はい、なるほど、いや素晴らしい取り組みですね。なる、あ、ちょっと私お茶も出さずにすみません。お茶が出るんですね。お茶はね、私そうそうそう、すみませんすみません、あの近藤さん FM っぽい喋りでつないどいていただいてください。あ、そうなんですね。はい、あ、今ちょうど2期生募集してます。あの11月からスタートします。で今説明会とあと体験会を随時開催中ですので、はい、日本ママ起業家大学で検索をしていただければ、そこからお申し込みができます。はい、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、すごい本当にこの緩い感じでいいですね、はい、あ、そうです、あのこれね飾りじゃなくて本当に食べて大丈夫なんで、しかもこれ激辛って書いて、あ、それはねちょっと美女にはちょっとなんか本当に、はい、皆さんねこれ飾りじゃなくて普通に食べて大丈夫なので、あの召し上がってください。じゃあいただきます、はい、皆さんもね、あの昼時なんでご飯食べながらね、お子さんとあの離乳食もあげながら見てくださいね。はい、さあ今ちょっとお話にももうね、出ましたけれども、こんな質問をご用意しました、ホリプロ保育園から日本ママ起業家大学近藤さんに聞く5つの質問ということで、はい、こんな感じでご用意しました。今ちょっとねもうお話しいただきましたけども、まあ起業するためにいろんなノウハウが学べる、うん、ということですよね。そうですね、はい、あの企業やメディアから指名されるためのプロフェッショナルなママ起業家たちを輩出していく、そういうサポート、うんうん、ママっていうだけでどうしてもアンプロフェッショナルな、そういう印象を持つ傾向があるんですけども、そうではなくって、きちんとその成果実につながっていく人たちを、うんうん、あの作って一緒にあの作り上げていきたいなと思っています、うんうん、だって実際に物買ったりいろいろ決めたりするのはママですからね。そうなんですね。その心をね、あの理解してこう仕事をするっていうのはすごく大きなポイントだと思うんですよね、うん、それとあの、うん、男性と違ってすごくこう大きな企業になっていくとか、うんうん、ものすごく売り上げを伸ばしていくっていうことではなくって、これあの女性の特徴だと思うんですけど、まあ、自分と自分の身近な人たちがハッピーにっていうことで、うん、あの多額のね、資金を通して何かをやるわけでもないですし、うんうん、売上をすごく伸ばすっていうわけではないんですが、F30 っていうのを私たち今提唱していて、 F30 何ですか？フィーメイルの F に30、はい、これは月額30万円の売上を目指していきましょうって。すごく30万そうなんです、あの決して高くはないけれども、30万円定期的に入っていったら家庭の中ってどうですか？いや助かりますよ。でそこの層をやっぱりあのサポートすることで、もっともっと女性の労働人口って増えていくと思うので、それをあの一緒に作っていきたいなと思っているんですね。30か、はい、なるほど、なんか絶妙な数字ですよね、30ってね、はい、なるほど。さあそんな日本ママ起業家大学なんですけど、どうやって始まった、まあ、さっきも ね話にありましたけど、あの実はというか別にママ大学スクールをやりたかったわけではなくて、はい、あの伝えたいことはただ一つで、はい、あのお母さんが女性が一度限りの人生で自分のミッションはこれだ、自分の生きる道はこれなんだっていうことに気づいて生きていく、まあ、それを体現するのがお仕事が分かりやすいよねということで、あのそういったものをあのご縁あった方と実現していきたいっていうのが、このママ起業家大学誕生の一番の思いなんですね。っていうのはあのうちの母が、まあ、亡くなったことがこのママ大誕生に大きく貢献していて、あのもう亡くなる10年くらいっていうのは、まあ、アルコール依存症ですごく大変な思いを私も母もしていて、身も心も、うん、あの潰れていく様を見て、うん、亡くなってからもなんでこの人は何のために生まれて何のために子供を産んでそして死んでいったんだろうっていうことがすごく、うん、あのメッセージとして深く深く残って、うん、で59歳という年齢だったんですね。でも、はい、ふと思った時にあの59であれ
70歳であれ、80歳であれ、うん、私はこのために生きたっていうものが、足跡のようなものがしっかりとあれば、残された人たちも何か違うものを受け取って生きていけるんじゃないかなって、うん、で私はお母さんだってそれをすごく思って、やっぱり人生は一回きりだからこそ、何か自分のこれっていうものに命を燃やしていこうよっていう、うんうん、なのでこのチラシにも書かせてもらったんですけど、はい、日本の母ちゃんはかっこいいっていう、これをとにかく伝えて、うんうん、子供たちにその背中を伝播して、うん、ああ早く大人になりたいなっていう、そういう未来を作っていきたいなっていうのが、このママ大の一番のメッセージ。あー、うん、はい、大人になりたいなってね思ってくれるかなって今ちょっと考えちゃいました。そうですね、うん、なんかこうワクワクする、なのでこう小一の娘がいるんですけど、はい、やっぱりこう仕事しながら時には仕事をすることがいいのかなって迷うこともあったんですけど、なんか私の姿を見てたりして、大人ってずるい、早く大人になりたいなんていうふうに言ってくれたことがあって、あ、しめしめいいかもっていう、なんかそういうあのかっこいいなって思える大人が一人でも増えていけばいいなっていうふうにね感じてますね。なんかいろいろ言うよりそれが一番いいような気がしますよね、うん、そう、やっぱり子供がいるとこうなってほしいとか、うん、こういう道を選択すればいいのにって、どうしても親のエゴがこう出てきちゃうと思うんですけど、うん、それはもう私も日々そうで、でも言う前にお前できてるかっていう、なんかやっぱり母ちゃんが今日のね、うん、朝起きてやろっとじゃないけど、何かその一つでもいいから頑張ってることとか、うんうん、それ絶対子供って見てると思うので、そういうね、なんか大人になりたいなっていうふうに思いますね。なるほど、はい、はい、そしてね、ここ皆さんも聞きたいと思うんですけど、まあママさんで起業するっていう方ね増えてると思うんですけども、やっぱりプロフェッショナルなママ起業家になるためには、うん、やっぱそこから一段階上に行くのが難しいと思うんですよね、うん、そうですね、はい、やっぱりあの何でもできますっていう方が結構多いことに驚くんですけども、何でもできます、あれもできますよ、これもできますよ、あ、そういう人のお悩みも課題解決できますよ、はい、でもそうではなくって、何の専門家なのかっていうことが一目瞭然で、どんな人にどんなふうに貢献できるのかっていうことがバシーンと相手に伝わるかどうか、そしてもちろんそのあのコピーとともに内容も充実しているかどうかっていうことがまず第一前提で、そしてもう一つは、やっぱり自分自身に責任を持つっていうことですね。あのお子さんがいて、でそれが言い訳にならないっていうことがすごく重要なんじゃないかなって。とはいえ、やっぱり私たち未来の宝である子どもたちを、ね、子育てしながら働いているので、それを受け入れる側にも少しずつ理解して、うんうん、欲しいなっていう気持ちもあるんですけど、はい、ただやはりママたちもそこにあぐらをかいちゃいけないなと、まあ基本的なことだけど、一度受けたお仕事は最後まで、うん、やり通すとか、やっぱりその基本的なところが、あの、あ、残念っていうふうに同じママでも思うところが多くてですね、そうですか、やっぱりその仕事って何なのかっていうことを改めて自分の中で落とし込んで、マインドセットするっていうことが、まあ、何よりも重要なんじゃないかなって。やっぱりね、あのきっと企業で勤めていても、こう経営者になろうとも、はい、結局は人になってくると思うので、あの選ばれる、ね、支持される自分であるかどうかっていうところがとても重要なんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、はい、なんかこう子供が生まれてから、改めてなんか遅刻はしないとか、なんかそういう基本的なことに戻るっていうか、大事だなって思うんですよね。なんか結局子供が熱出したとか、なんかいてもう毎日バタバタしてるけど、なんか遅刻はしない、約束は守るとか、そういうことがしづらくなってるけど、よりちゃんとやんなきゃなって思うようになりましたね。もう子供がいて熱を出すとかも、あの想定内のことじゃないですか、だとしたらもうどういうプラットフォームの中で子供が熱出しました、じゃあ今日は A の保育園にしましょう、で病児保育だったらここです、イレギュラーの時には山田さんに頼もうみたいなのをあらかじめ自分が準備しておけるかどうかっていう、でそれができないとやっぱり仕事をしていくっていうのは誰かに迷惑をかけてしまうと思うので、あのちょっとそれは
違うのかなと。とはいえ、うんうんうん、やっぱり子供がいて働くってこういうことだよっていう、もっと構えずにできる自分でもありたいなと思ってるので、うんうん、結構私は娘を打ち合わせとかに連れて行くんです、ね、おで どうしてます娘さんその間。あのですね、はい、私とそのクライアントさんが仕事しているのを見ながら、3コマ漫画とかを描くんですよ。あの今度の講座でも一緒に田部孝博さんっていう、ね、はい、先生がいらっしゃるんですけど、はい、あの田部ちゃんとうんちとかあの田部ちゃんとこんちゃんとかなんかそういう、あの今までは、はい、仕事の場に子供を連れていくってどうなんだろうって私自身も思ってたんですけど、すごくこうリラックスした雰囲気の中で打ち合わせができたりするので、なんか新しいアイデアが生まれたりとか、とてもいいコミュニケーションで、あの打ち合わせが進んだりとか、だからあ、これもなんか子供は連れてきて、もちろんダメな場面もあると思うんですけど、ダメなんだみたいな、ねばならないっていうのはなしていいなっていう、そういうこうものはちょっと置いときましょうよ、もっとあの改めてフラットな状態で、自分と周りの人がいい形で働ける働き方っていうものを、私自身も今なんか模索しながら見つけてるところですね。なるほどね、はい、皆さんいかがですか。ちょっと近藤さん本当にお綺麗ですね。ちょっと見とれちゃってコメントをなんか今日はあんまり読んでないことに。あの中でも顔が濃すぎてテルマエロマエみたいだって最近言われるんですけど確かに阿部寛さんにちょっと似てね。ちょっとドレープのある服を着た時に、はい、あ、阿部ちゃんっていうそうだね、なかなか生きるって難しいかな。でも言い訳はしたくない、嘘をつかない、そんなことが大事、約束は守る、そうですね。なんかね、ママたちは私たち頑張ってるじゃないですか。だから、頑張りすぎないっていうこともすごく大事かなって。よくあのインタビューとかでワークライフバランスとかってどうやってるんですかとかって聞かれたりするんですけど、私自身意識したこと一回もなくって、こっからはお母さんとか、こっからは仕事の私っていうふうに思ったことが一度もなくて。へー、あ、そうですか。家に帰って料理を作りながら仕事の電話をし、はい、娘が早くって言ってもなんかズボン引っ張って判決になりながら、見たい近藤さんの判決っていうのもあるし、子供と遊びながら、あ、これってこういうお仕事につながるかもなっていうのが結構アイデアとして企画が実現したりとかっていう風に、まあ、これケースバイケース人によっても違うと思うんですけど、はい、自分が緩やかな穏やかな気持ちでいられるように、真面目なお母さんほどワークライフバランスを考えて、スイッチのオンオフができないんですっていう風に、あの言われがちなんですけど、もうあえてスイッチを作らない、幕の内弁当のようにいろんな自分がいて、それで私は近藤陽子っていうふうに、あの割り切って考えた方が居心地がいいっていうことも多いんじゃないかななんて思うんですよね。なるほどね。私が電話かかってきちゃうとちょっと別室に行って、でもついてくるんですよ、はい、ママとか言って、ね、来ないでしとか、すいませんすいませんってそうですよね、思ってたけど、別にね、子供が電話の後ろで言っててもいいじゃんってなんか今思いました。なんかダメな気が。未来の宝である子供たちを育てているママが一番頭を下げなくちゃいけないって、これって本当に残念なことだなって。なので私たちもそこにあの自負を持って生きていくべきだし、で受け入れてくださる皆さんもそこをぜひ少しずつ寛容に受け止めて一緒に作っていける、そういう未来になったらいいななんていうふうに思いますね。近藤さんってなんかホリプロ保育園にぴったりの方だと思います。あの緩やかな、緩いというか、その、なんていうんですか、あの違いますよ、いい意味でですよ、あのなんていうの、こうやらなきゃいけないみたいな感じじゃなくて、受け入れてもらいたいけど、なんていうんですかね、そちらの気持ちもね、あの今までの既存の、そのシステムとか、男性の意見とか、それも分かるし、でも女性の気持ちも分かるから、本当になんていうんですかね、無理しないで、あるがまま、うまくハッピーになればいいんじゃないみたいな。多分私自身がすごく男性的に仕事をしてきたので、子供が生まれても本当に
子供は置いてくるべきでしょうとか、そう、うんうんうん、こういうところに、うん、なので、まあ、夜中のお仕事とかもあったので、生放送とかで、うん、夜中にこっそり出るんですけど、やっぱり 2,3 歳だとママって夜中の1時2時でも起きてきて、うん、で玄関でこうギュッと掴んだ指を1本ずつ剥がしながら、うん、もう身が引き裂かれるような思いでこう出ていくっていう、うん、でも仕事ってそうじゃなきゃいけないって、そうじゃないと仕事がなくなるっていう風に、うんうんうん、すごくあのなんか脅迫観念みたいなのがあったら、ね、怖いんですよね、なんかね、うん、でもやっぱり自分の中で何が一番大事かって言ったら、もう何者にも耐えられないぐらい子供じゃないですか、うんうん、だからそこがやっぱりプライオリティがはっきりしてくると、働き方とか生き方も変わってくるのかななんてね、だからこそなんかもっと緩やかにハフトゥーじゃない生き方がいいんじゃないかなっていうふうに、んうん、ようやく私も2回転3回転ぐらいしながら、なんとなく今すごく居心地のいいところにやってきたかなって感じですね、うんうん、なんかその型に当てはまろうってママがするんじゃなくて、なんか私こういう人ですって言って、なんか気軽にね働けるようになってたらいいですよね、うん、そうですね、うん、ねばならないっていうことを一回捨てて、もっと等身大で自分らしい働き方っていうのが絶対あってですね、うんうんうん、でこのママ代でもやっぱりそれを実現している方たちがたくさんいて、私はもう本当に体感として、あ、そうそう、こういうものをあのみんなと共有していきたいなっていうふうに感じてるんですね、うんうんうん、なるほど。じゃあ一期生のママを見てやっぱりそこら辺は感じるところですか？そうですね、うん、やっぱり本当に自分と自分の身の回りの人たちがハッピーにとか、本当に自分の身近でこういう課題があるよねとか、もう少しこれがこうなったらいいのにっていうところでお仕事がスタートしていく方が多いんですね、うんうん、例えばですね、あの今ママ大一期生で美子柄プロデューサーって、美しい小柄ちゃんのプロデュース、小柄な女性をプロデュースするってことですか？155センチ以下の女性のためのプロデュースっていうことなんですけど、彼女自身がすごく小柄さんで、実はこのママ大に入ってきた時には違うお仕事を、違う事業を、まあ、起業して、はいはい、ただなんとなくしっくり感がないっていうところで、私自身が一番大事にしているのは、その人が何を体現していきたいのか、人生で、で、志は何なのかっていうところを徹底的にこう棚卸しをしていくんですね、うんうん、で、お仕事、例えば保育士さんとかパン屋さんっていうのはあくまでもツールで、それを通して何を伝えていきたいか、で彼女自身は小柄ですごくコンプレックスがあったのが、ある一枚のシャツに出会ったことで、まるでこうシンデレラがね、ガラスの靴を履いた時のように、うんうん、こう輝きをこう得てですね、でその感覚をぜひ、はい、あの小柄の女性に特化して、はい、まあ、お仕事をしていこうということで、面白いですね、はい、例えば美子柄さん そのファッションショーを展開したり座談会をしたりとか、あとそのいいですね、アパレルのメーカーとタイアップをして、はいはい、あの小柄さんがより輝けるようなお洋服のプロデュース、こういったところまで今進んでいて、本当にこうちっちゃなちっちゃなアイディアで、何かね、もう何千万もお金がなくちゃいけないとか、そういった環境がなくちゃいけないっていうことではなくって、こんなことがあれば世の中がちょっとでも良くなるよねっていう思いから、いくらでもあの夢っていうのは形にできると思うんですよね。いや面白そうですね、授業受けてみたいですね、これね。ぜひ。でもあの、はい、やっぱりそこはお仕事なので、はい、何か教えてくださいっていうスタンスではなくて、一緒に作っていくっていうことなので、うんうんうん、女子大と言いつつもブートキャンプです。かなりあのビリーズブートキャンプ、それでいいのかっていう、入隊するんですか？もうかなりね、あの怖い体調になりながら皆さんと一緒に作っていきます。ある意味こう自分って何だろうって ね洗い出す作業ですもんね。まさにそうで、やっぱりあの表面的なスキルとかテクニックを身につけたところで何者にもなれない、うんうん、でも自分はこうなりたいっていうその志の部分が、根っこの部分が見つかると、うんうん、これ本当に面白いんですけど、こちらがこういろんなサポートをしなくても加速度的に変わって成果につながるんですよ。私はこれだっていうのが分かるっていうことが何よりもすごく大事なので、やっぱその本質の部分をついてやっていきたいなっていうのは一番ですね、うんうんうん、このハバネロがやたらとこう、そうなんですよね、これはあの近藤さんに食べてほしいってこの子は言ってるんじゃない、自己主張してますね、はい、失礼します、はい、
さあということで、そんな近藤さんなんですが、小学校1年生の女の子子育て中ということで、うん、ママとしての今ちょっとお悩みなんかももしあったら伺いたいなと思ったんですが、うん、そうですね、悩みというか、うん、私は逆に本当にあの娘に支えられてるっていうのがすごく大きいですね、うん、であの生まれた時が本当にギャグかって思うぐらい大きくて、あ、そうなんですか、4116g を普通分娩で産むのも大変だったですね、なのでもう先生も笑いながらこう取り上げて大きいねみたいないやーとか言って、もう本当そんな感じだったんですけど、はい、あの体だけではなくって非常に心も大きく今のところ、まあ、いろいろね日々さざ波のようなことはあるんですけども、うん、やっぱりあの母親父親の背中をしっかりと見て、うん、ある意味だからこの子に見られてるんだっていうことが常にあるので、あ、なるほど、まあ、もちろんすごくあの力を、ね、家帰ったら力を抜いて、うん、あの生きたりしてるんですけど、でもやっぱりなんかあのこの子がこのお母さんでよかったなって思ってもらいたいなっていうふうに、であの幼稚園の卒園の時にですね、うん、あの彼女が言った言葉っていうのが、はい、将来の夢でママみたいになりたい、もうその時は本当にもう仕事をしていいのかとかやっぱりあの3歳児神話なんていうのもね、うん、未だにあって、それで子供がちゃんと育つのかとか、まあ分かんないけどやってみますしか言えないうん、でもうん、いいんだな、いいんだなって、未来は分からないけど自分の中でイエスとこう肯定しながら、あの子育ても楽しみながら向き合って今、ね、この瞬間を楽しんでいきたいなっていうふうに、うん、思ってますありがとうございます、うん、なんで私が肩立ったことじゃないんですけどすいません、立派な方いやいや、もうね、いやママ大好きってね、それで全部報われちゃいますよね。そうですね。いろいろありますけどね。うん。うん、はい。はい。